一宮市は、愛知県北西部、尾張地方の市。市公示特例市の指定を受けている。人口は、愛知県において、岡崎市に次いで4位である。現在の区域は、旧中島郡北部、旧羽栗郡西部、旧仁和郡西部にあたる、1921年9月1日の、市制当時の区域は、旧中島郡。一宮市という名前は、尾張国の一宮である、益見賀神社があることに由来する。他地域の一宮と区別するため、尾張一宮とも呼ばれる。愛知県内には、2006年まで、東三河地方に、保井郡一宮町、現、豊川市の一部があった。こちらは、三河一宮である。かつては、織物で知られた。紡績、繊維産業の一大中心地であったので、女工の町と呼ばれたことがあり、女性人口が多い。住民基本台帳人口で、県内3位。国勢調査推計人口で、県内4位。道路、鉄道の利便性が良いので、近年は、織物、紡績、繊維の工場跡は、住宅、商業施設になっており、名古屋のベッドタウンとして発展している。2005年4月1日に、隣接する尾西市と羽栗郡木曽川町を編入し、人口37万人を超えた。2021年度の中核市以降を目指している。濃尾平野のほぼ中央に位置し、犬山扇状地の西端部に位置し最高でも、標高20メートルほどの平坦地に位置する。一宮市の地名を参照。愛知県、岐阜県。2014年度。平成26年度当初予算、財政力が弱く、愛知県内の人口10万以上の都市の中では、瀬戸市と並び、地方交付税交付団体である。かつては、一宮市が運営する病院として、一宮市立市民病院今、伊勢分院と一宮市立尾西市民病院、旧、尾西市民病院が存在したが、民間に移譲された。一宮市では、電気は中部電力株式会社が供給している。電気の供給が開始されたのは大正時代で市制施行の前にあたる。現在の市域にあった14町村のうち、まず一宮町で1913年、大正2年1月より供給が開始された。事業者は町内に本社を置く、一宮電気で同年2月には奥町、木町、木曽川町でも供給を始めた。同社の供給範囲は、1918年、大正7年の時点では、上記4町のほか、萩原町、今伊勢村、大和村、旭村、西成村、浅井町、北方村、羽栗村を加えて、計12町村となっていた。一宮電気の他にも、現在の市域には、名古屋電灯が進出した。同社は、名古屋市に本社を置いており、1914年、大正3年の時点で千秋村と西成村の一部を供給範囲に組み入れていた。残る丹陽村については、稲沢町、現、稲沢市を本拠とする稲沢電気、後の稲沢電灯が1916年、大正5年より供給を行っている。現在の市域において、大正初期に3社あった供給事業者は、最終的に1社に整理された。まず1920年、大正9年に名古屋電灯が一宮電気を吸収。名古屋電灯は、この後数度の合併を経て、中京圏の大手電力会社東邦電力へと発展した。丹陽村に供給していた稲沢電灯も1939年、昭和14年に東邦電力へ統合され市域の事業者統合は終わるが、戦時下の配電統制により3年後の1942年、昭和17年に中部配電の供給範囲となった。戦後の1951年、昭和26年に中部電力が発足し、中部配電の事業を継承して、現在に至っている。一宮市では、都市ガスは東邦ガス株式会社、東邦ガスが供給している。市内のガス事業については、旧一宮町で1882年、明治15年にガス灯が新設されたのがその始まりで、あるが、本格的なガス事業は1909年、明治42年に設立された一宮ガス、後の尾州電機によって開始された。合併により、東邦電力に継承された後、市内のガス事業は1923年、大正12年4月に東邦ガスへと譲渡されている。一宮市が昭和期に編入した10町村のうち編入前にガス供給が行われていたのは今伊勢町で、1933年、昭和8年6月に開始。平成になって編入した西町については、微細市、旧今、伊勢町域を除くは1958年、昭和33年6月から、木曽川町は1962年、昭和37年11月から開始された。ガス事業に関連しては、東邦ガス、一宮製造所が市内に置かれていたが、1953年、昭和28年10月に休止、翌年廃止され、名古屋市からの高圧導管輸送に切り替えられた。織物産地としての歴史は、平安時代にまで遡る。江戸時代には、享保年間から開かれるようになった38市で、一宮産の結城島、寒来寺島などの島木綿や絹織物が売買された。明治以降は、毛織工業が発展し、ガチャマンケーキの煽りから市内そこかしこで食器の音や年始の音が聞こえてきたが、そういった繊維関連した請業は国外からの安価な輸入品の増大により衰退した。繊維関連大規模工場の国内再編による再開発もここ数十年来進んでおり、国道22号線沿いの東海レーヨン本社工場は1975年6月にユニー一宮店、後アピタ一宮店。現在は建て替えられて、テラスウォーク一宮に、2004年4月に、旧木曽川町地区の旧倉敷紡績木曽川工場が、ダイヤモンドシティ桐生、現、イオンモール、木曽川に生まれ変わっている。もっとも、今でも、総合繊維産業都市として、ジャパンテキスタイルコンテストなども開かれている。毛織物製造出荷額の全国シェアは、約 18.2%。2001年度。農業では、冬の寒風、いぶきおろしを利用した切り干し大根作りが特筆される。喫茶店のモーニングサービス発祥の地とされており、一宮モーニングの普及活動を行っている。尾張一宮駅及び名鉄一宮駅がある、市中心部には、古くからの商店街やデパートがある。また近年は郊外にイオンモール、木曽川やテラスウォーク、一宮などの大型商業施設をはじめ、家電量販店なども多く出店している。2009年1月9日より、岐阜駅発着のドリーム名古屋号が停車するようになった。また、2010年12月9日からは、北陸ドリーム名古屋号も停車するようになった。市内交通などを担う一般路線については、下記の会社による路線バス及びコミュニティバスがある。また、2007年6月30日までは、一宮市微細地域公共施設巡回バスが運行されていたが、アイバスの微細北、微細南コースとして吸収された。出展、一宮市ウェブサイト公立中学校の一覧、私立中学校の一覧。出展、一宮市ウェブサイト小学校などの一覧。一宮市のウェブサイト、観光案内も参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。